埼玉が生んだビューティフルスノー19歳の平田由紀です。よろしくお願いします。イエーイ。ビューティフルスノーはあれビューティフルスノーちょっと気になった。やばいんじゃないですか。これは最初のみんなのあだ名を考えるっていう時に、うん、愛ちゃんが、うん、最初にビューティフルスノーっていう多分ふざけてなんですけど、うん、つけてくれたのが結構気に入っていて、うん、それを使わせてもらいました。これよかった。いいですよ。あれですよね、うん、ファンの人がふーって言えるならいいですけどちょっと気まずい感じになっちゃうじゃないですか。声出しができないから。ふー決まりにする。私もさ夢中にさせちゃうぞの後今お客さん声出さないから、うん、メンバーにふーって言ってもらってるの、うん、だからそのどっかに入れるパターンやってみる。あ、それで一回見てみます。これちょっとじゃあちょっと出てきてもらって、はい、今こうやった埼玉が生んだシュッてて、うん、ビューティフルスノーふーにする。どこで行ったらいいのか。この後この髪の瞬間にやっぱ一瞬のそう恥ずかしさが溢れてここに効果音としてフーを入れてみるね。でビューティフルスノーじゃあちょっとみんなでそのパターンやってみよう。協力しよう。協力してやってみよう。じゃあお願いします。埼玉が生んだフービューティフルスノーちょっと待ってフーまで良かったよね。めっちゃ良かったよねフーまで。ビューティフルスノーが残っちゃうんだよね。その後にします。確かにビューティフルスノーの後にします。の後にしてみる。一回やってみるか。ごめんね。じゃあ髪の時は何も言わずに見てます。ビューティフルスノーまで言ってからフーにしよう。はい、よしちょっともう一回お願いします。埼玉が生んだビューティフルスノーフー。19歳の平田由紀です。こっちの方が、うん、まあまあ流れはね、うん、埼玉が産んだって言いながらこれを言えば絶妙な間が消えるんじゃないかなあ、それもいい。そうね、ごめんね勝手に書いて埼玉が産んだでこれを言いながらね、ビューティフルスのフー。これやってみよう。最後にもう一回だけ、うん、そのままで大丈夫ですか。そう、一番大事だからそれ残しでこありがとうございます。よし、お願いします。お願いします。埼玉が生んだビューティフルスノーフー。19歳の平田由紀です。これだこれだこれだと思うこれやよかったこれもしよければ、はい、今これもねよかったよね、うん、いいタイミングでした。ありがとうございます。これよかった。はい、よかったです。よかった。